にお魚いただきました。これは何ですか。ハマダイ。ハマダイだって。ハマダイ、赤町。赤町っていうところもあるけど、ハマダイらしい。こっちじゃ瀬戸内海じゃ取れん魚だよね。うん、でも今日はこれどこで取った。日本海側じゃろ。鱗がすごいね。うん、鱗すごい。てか何センチあるの、すごいでかい。60センチぐらい、ね、もうちょっとあるか、60ぐらいあるか、うん、すごいよ。でか、うん、なんか色がでもあの金目鯛の色綺麗だよね、うん、赤くて綺麗。鱗がすごい。うわ、家のキッチンじゃちょっともうちょっと大事ですね。うわー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 、まあまた後で途中経過を撮ります。もうでかすぎてちょっと怖いです。止めます。だいぶ解体したね。すごい身が赤い。へえ。感覚的にあのあれじゃない、白身じゃなくてあの大きなイサキみたい。はあ。すごい。へえ。しかもなんかハマダイっていうぐらいだっけ、タイだったら白身でから結構白身が好きなんだけど、赤身で食べれるかね。白身と、うん、白身は白身なんじゃろうね。ちょっと色がこういうの、イサキの身みたい。イサキの身みたい。ほんま目が怖いけ、やばいよ。金目鯛の目みたいな。やばい。すごいじゃん。ちょっとこれはまた。はい。身が綺麗なね。うん、赤い。赤いけどなんかあのマグロとかより全然違う、白身の感じだけど赤いでしょ。イサキの身みたい。うん。すごいね。薄めに切ってもらいよう。ごついの嫌い。よう、なんかごつい、ごつく切る人おるよね。ごついのが好きだいて。うち薄めが好き。まあ好みの問題じゃろ。これすごいうまい。今つまんだけど。お腹が空いたけ。嬉しいです。多分さぞかしあらもうまいんじゃろう。うん。今日はとりあえず刺身。うん、刺身の暴れ食いじゃねえ。ありがたいですね。あ、骨があった。ごめん。はい、じゃあ骨は取ります。メロンちゃんがさばいてくれました。すごい。盛り付け方もすごい。私だったら絶対こんな風にならない。ぐちゃぐちゃにやりそう。では、いただきます。今日は、この前、お友達にいただいたハマダイを、頭の部分とかアラ的なやつを今日はこの安丸だしの海鮮だしと昨日味噌さんの麦味噌で味噌炊きみたいな感じにします。で今メロンちゃんが下処理をしてくれてます。最後のチェックというか鱗チェック、うん、だいたい取っとるけど、もう一回チェック。うん、1個たりともあったら許されんの。1枚でも許されん、うん、口の中で鱗がピッてなるのが大嫌いね。で嫌いな、うん、ということなのでちょっと今からチェックをしていきます。で、今からちょっとお湯を沸かして、ここで安丸だしさんの海鮮だしでお出汁を取ってそれからやろうと思います。はい、じゃあもう十分に出汁が出たのでちょっとこれは今回は除きます。でお魚を入れていきます。すごいでかい。赤チビ、方言じゃ赤チビキっていうらしいね。ハマダイ。ハマダイだって。初めて。この辺じゃ売ってないよね。いや、取れんよ、瀬戸内海。うん、アラを全部食べてやる。うん、もう結構いつもよし、バッチリじゃん。頭の形がないぐらい食べるよね、メロンちゃんね。で、皮はこれなんか後からやるらしいです。うん、皮はね、こちょっと縮むんで後からやるそうです。じゃあちょっと調味料入れてってください。
じゃあお酒を足します。火加減は今中火でやってます。お酒、みりんも今さっき入れとこうか。うん、みりん、味噌が甘めだ、ちょっと甘めだったよね、これね。そう、甘め。何？頭は。火加減もいいですか、中火、うん、いいよ。あんまシャレとグラグラやったらあれでしょ。今大さじ山盛り1杯ぐらい入れたね。量をかかったとこを見ようと思ったのにもう入れてしまうたけ。まあ多分大さじ山盛り1杯ぐらい以上ぐらい入れました。もう測っとるんだか測ってないんだかわからん。目分量私、この麦のカスがすごい好きだから、あの、捨てる方もいると思うんですけど、うちは、うちの家は入れます。最後放り込んでください。ここに栄養があると思うよね、絶対。多分ね、味噌もうちょっと入れた方がいいと思うけど。じゃあ、足してください。もうちょっと入れた方がいいと思うけど。こういう味噌なんだね、こっちの味噌。どういう味噌だと思ってた。もう少しあの硬いんかと思ったら、うん、大さじ山盛り2杯ぐらい入れてます。あ、もうこれで混ぜようか、うん、で。そうよ、お商品のことやらんでいいよ、もったいない。多分ね、もう何にも入れんでいい。うん、だってあのお味噌もだけど、お出汁がもうね、出汁がすごい。もしかしたら香り付けにちょっと醤油を最後入れるぐらいかな、うん、このままちょっとしばらく炊いて煮詰めていったらもういいと思う。贅沢。よくはもうこのままこれでいいね。うん、いいと思います。で、これ入れるんだよ。入れます、もちろん。今日初めてだしパックのままお上品に取ってみたけど、私いつも破いて入れるじゃないね、うん、今日はちょっと和食ですって感じだけちょっとティーパックのままやってみたけど、本当なら多分入れたいくらいです。いいんじゃないかな。はい、これでちょっと煮詰めていきます、うん、うわー、美味しそう。いい油が出る。うん、火加減どうしますか。もうちょっと強くした方がいいですか。煮詰まらないの。落とし蓋してから、うん、もうちょっとね。中火ぐらいですか、うん、じゃあちょっと中火いきますよ。ちょっと落とし蓋をしてこのまま煮詰めます。またできたら最後取ります。じゃあもうこれぐらいになってきたんで皮も入れちゃいます。皮いい感じ、うん、これであともうちょっと、うん、もうちょっともうちょっとだ。はい、できました。今からちょっとお皿に入れていきます。すごいね、でかい、でかい。わー、あれだな。はい、よいしょ。わ、すごい、いいですね。皮が食べたいんだよ。うん、皮も食べる。うん、
とりあえず乗っかるだけでいいよ。うん、結局もうお醤油とか入れずに、うん、だしと味噌だけで、うん、だけあとみりんちょっととお酒ちょっとでいきました。十分な味でした、うん、美味しい。ちょっと待ってよ。はい、今日は安丸だしさんの海鮮だしと宜野味噌さんのこの麦味噌を使って浜鯛の荒炊きを作りました。味噌味です。はい、ではいただきます。